洋楽歌い方講座へようこそーこのチャンネルでは往年の洋楽を楽しく歌いながら発音を学ぶをコンセプトにお送りします TodaySound 奈々さんからのリクエストで YesterdayOnceMore byTheCarpenters カーペンターズの YesterdayOnceMore をお送りします 動画説明欄には独自がありますのでお好きなところからご覧くださいファンキーアコって誰よって思われた方はこちらの動画をご覧ください今日の英語発音ポイント、はい、今日はですねこの2つの発音記号についてやってみたいと思います Sing と Sing2 つの音は違うんですねでよく混同されがちなのでそれぞれの発音記号の単語を集めて解説しておりますのでうご期待ください はい次です。When they played, I'd sing along.It made me smile. まず注意するとこいきますね。まず W ですね。そして次 E、え。落ちますね。え。そして N で下をペタッと上につける。次がこういう印の TH。 でですね。th に関してはこちらの動画で解説しております。でこれもえっ、ー、とここの部分が a 二十母音。はい。で次心身というものですねこれ。あの新新というのはこちらの動画で解説しておりますけれどもこことここの間に u という母音は入りませんというものです。で次ここが二十母音の a。でここは Ed がつくのでとなります、ね、で次の段落いきますね。でまた「id」が出ますね。「id」。で sing ですね。sing along。で sing の時のこの「s の音ですね。これはまたあの今日のポイントの部分なのでまた解説します。はい。sing along。sing。この「i」はだらしのない「i」ですね。で次。along, along. ランはいまた NG なのでまあここにも NG ありますけれども NG 同じですね。うんですね。で、i はい最初のこの I ですけれどもこれは二重母音ではなくてだらしのない方ですね。だらしのない、はい、It made これははい、made これは二重母音 A ですね。made me smile これ,はこれは I 二重母音ですね。 smile これは読まないはいじゃあえっ、ー、とまず w なのでウですねそしてえで落ちますね whenwhen when ですね when そして次 they なので they でこの n と they が when theywhen で下をペタッとつけますねでその次にすぐにこう来るので When they, when they, だからあの N をつけてから TH にすると下をこう移動させないといけないので、まあ、この N はもう音としてはなしという感じですね。When they?When they?When、ね、they?When they?When they?Played?Played they これ難しいですね。P と L の間に U がないので P と U だけなんですね。 で、その後に A という二重語にね、来ますので、play, play ですね。play, play。この息がね、あのなんかここら辺から漏れるような、play, play。これ独特な音なんですけれども、play, play。で、その後に ED 来るので、played, played となりますね。played.when they played. で、一回これ切りますね。これ続かずにここは切れます。で、I'd I sing. sing. で、この sing ここは sing ではないんですね。よくちょっと間違えてしまって混同してしまってあの歌うっていう単語の時に sing じゃなくて sing って言ってしまう方がいるんですけれどもこれ間違ってるんですねはい今日のポイントの部分ですね先ほどの sing っていうのは発音記号はこちらになりますでこれを間違って sing っていう風に歌ってしまうと発音記号がこっちのものになってしまうんですねついつい混同しがちなんですけれども2つに分けて表にしてみましたえーと向かって右側が 右側 S と書いてこれはスカタカナのスに近いですねでこちら側のこの発音記号はカタカナで言えばシに近いと思いますでもあの口の形が本当はこうなるんですよシュシュシュこういう音ですねシュシュシュでこの右側のこれ S はススこの音になりますこのスとシュの違いですね はいじゃあまずこのシューという音からいきますねじゃあまずですねはいこれこれはシングですねだけど口がこうなってシング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 ,シングですねこの最後のウンヌはシングシングですねグッと言わなくてもいいですねシングシングはいそしてこの S の方はシング sing ですね、次がこれ sing sing はい次ですけれどもはい、この単語これはこれはねあの、あんまりいい単語ではないんですけどシュッシュッ t ですねでこれが S の発音の方になるとシュッシュ t となりますね。 はい、で私犬を飼っていましてあのドッグパークへねあのドッグランに連れて行くとあの、まあ、たまにねあの英語でこうコマンドっていうんですけど命令犬に対するねあ,のあれしなさいこれしなさいっていうのをあの英語でねあの言う方が見えるんですけど例えば「sit」「sit」「座りなさい」「sit」「お座りですね sit」を間違えて「シットシット!」ってやってる人がいて。 あのこれやばいですねあのこれは「し」の方ですね「し」じゃなくてねこれ「し」になっちゃうと、まあ、ちょっとねあの汚い言葉になっちゃうんですねだからお座りは「しっと」とじゃなくて「s i ト、sit」の方ですねはいで次いきますねはいこれは「し」「し」ってこちらになると「s i ト、sit」 これは、ship, ship。はい、こちら側は、sip, sip。あの、カタカナで言うとなんか、すいみたいですね。せ、せですね。こっちは、しですね。ship, ship。はい、次ですね。これは、shame, shame。はい、これは、same, same。はい、こちらは、shell. こちらはせよせよはいこれはしし、はい、こちらですけれどもあのこれもこれもこれもみんなしではなくてししですねはいでこれですねしゃいけしゃいけこちらがせいけせいけ はい、まず口の形がね、あのこの S の方は、この S の方はスー、スッスッ、あのースー、下がですね、ベロがですね、この下の歯の裏側のところに軽くつく感じですね。スッ、まあ、つくかつかないかぐらいかな。スッ、横に広がるんですね、口が。スッ。はい、そして、この、こちら側のこれですけれども、これは、

この前の N で終わるわけでもないんですね。で、うんが、うんが、なので、んがらん、んがらん、という感じに続きます。せんがらん、せんがらん、ですね。で、ここもこのマークなので、あらん、あらん、ですね。で、この O なんですけども、 あのこれは比較的アメリカ英語では大きい「あ」で発話されることがありますけれどもあの今回の場合は「お」で普通に「お」「あ l o ン g あ l ンのように歌われております。でこの「あ」は曖昧ボーイになるので「あらん」ここが強いですね。「あらん」「あらん」ですね「あらん」「あらん」 I'd sing along, I'd sing along。はい次が It made me smile。ここですけれどもまずはダラスの間から I じゃなくてえええ It It。でこの It があの made にくっついてで made はここあの二重母音なので May e はっきり言ってくださいねこの made ではなくて made、made、made ですね made、made で、この E は発音しませんね it made it made あのこの T のところがちょっと消えるような感じになってここ空間が空くんですねあの必ずしもここの音を読まないからといってここくっついちゃうというわけじゃなくて it made it made ちょっと開くんですね it made it made It made me ここあのずっと続くんですけれどもこれ一体続くんですけれどもあのこの「made」の次の「me」の時もここがちょっとなんかあの空間が空くんですねここもねだからこことここに空間が空いて「It made me」「It made me」となります早く言うと「It made me」「It made me」「It made me」ですね「It made me smile」 スマーイルはいこれ「しんしん」となりますのでここの間に「す」スだから「えっ、ー、と、ゆ」ですね「ゆ」を入れないようにしてください入れちゃうと「スマイル」になっちゃうんですね日本人にとっては「スマイル」も「スマイル」も変わんないんじゃないかと思うかもしれないんですけれどもあのここには「ゆ」は入ってないんですよだから「す」っていう音と「うん」う「ん」ス「す」「ん」 だけなんです,ね、すじゃないんですね。スマイル。スマイル。でこの「イですね。スマイル。「イですね。「スマイル」で。で最後「イ、e、を読まずに「L」で終わるんですけれどもその時は「L」もこの下の先が上の前歯の裏にちょっと当たる感じなんですね。スマイル。スマイル。スマイル。 で歌の時など早い時は sm ile, smile, smile. と「スマイル」「スマイル」「スマイル」とつかない時もありますけれども、まあ、音としてはですね「スマイル」スマイル「スマイル」「スマイル」のような「おや」カタカナではちょっと表せないんですけれども「スマイル」スマイル「スマイル」アイア「スマイル」「おや」「おや」「おや」のような音がつきます。 だからここは「It made me smile」It smile made me となりますね今カレンの音源聞いたらこの「smile」を「smile」最後に「l」ですね「smile, smile, smile」

when they played この「play」っていう時にすごい弾けるようなね息がパツって弾けるような「played」これかなりあの前の段階からこう準備してないと「played」出ないですねこれ「played」っていうのは。When they played I'd sing along It made me smile when they played When they played I'd sing along.It made me smile. 歌の時はですね、この「あ」はですね、When they played, I'd sing, a どうしても、「sing, a あになりますね。「sing, a long」。まあ、「あ」なんだけど、本当は、曖昧ボ y だから、「sing, a long」よりは、「sing, a sing, a long, sing, a long, のぐらいの「あ」になりますけどもねあんまり強くない「あ」ですねはい123 when they played I'd sing a l o n g it made me smile でこの「it ですね「it it のとこのだらしのない「い」ではなくて「え」ですね it made me smile when they played i'd sing along it made me smile